連続戻し交配の虫図 F1 と親 A、B1 と親 A の交配がそれぞれ戻し交配である。戻し交配または戻し交雑とは、交雑で作った雑種、または雑種の後代に対して最初の親の打ち片方を再び交配することを指す。ある生物の持つ特性を、その特性を持たせたい、別の生物に取り込ませるために行われる、交配交雑。 複数回続けて行う場合、全体を連続戻し後輩という、育種技術の一種。取り込ませたい特性を持つ親を一回親と呼び、その特性をもともとは持っておらず、特性を取り込ませたい親を反復親と呼ぶ。一回親に対して反復親を後輩し、生まれた子孫に対しても反復親を後輩する。後輩して得られた各世代において、 望む特性の遺伝子を持った個体を選んで次の戻し、交配する必要がある。導入する特性は優性遺伝子支配、劣性遺伝子支配のどちらでも良い。優性遺伝子支配の場合は、交雑各世代で表現型による選抜を行うことが可能である。劣性遺伝子支配の場合は、交雑各世代で表現型に現れないため、辞職交代、近交交代を作成し、 遺伝子が保持されていることを確認する必要がある。1990年代から発達してきた DNA マーカー技術を用いて連続戻し交配で特性を選抜する手法も行われるようになってきている。この場合、マーカーと遺伝子の連鎖が密接であればあるほど遺伝子の優勢、劣勢を問わずに形質発言を確認することなく選抜が行える。戻し交配は 同一の生物種の中で行われることも、野生種に存在する大病性遺伝子を栽培品種に取り込む場合など生物種や属を超えた生物間で行われる場合もある。この時、一回親と連続親の間での直接の交配が困難な場合など、一回親に対して橋渡しをする親を一度交配した後に、その交代に対して連続親を交配することもある。 戻し後輩で導入する特徴として、代表的なものには、大病性遺伝子、対無視性遺伝子、有性不燃遺伝子と粘性回復遺伝子などがある。連続戻し後輩の回数は、後輩組み合わせや目的によって異なっており、比較的少数回で終えるもの、5回以上繰り返すものなど様々である。ありがとうございます。